こんにちは。今回の観光ブランドナビはツインクルナイト in 伊水とクロスネーション2021伊水カーニバスについてお知らせします。はじめにツインクルナイト in 伊水についてご案内します。日が沈むのも早くなり、今年も恒例のツインクルナイト in 伊水が開催されています。期間は令和4年2月15日火曜日までで、時間は17時から24時となっています。愛の風富山鉄道小杉駅や下条川周辺を中心に、たくさんの LED ライトが夜の街道を幻想的に彩ります。ぜひご家族、ご友人、恋人と一緒にイルミネーションをお楽しみください。ツインクルナイト in 伊水に関するお問い合わせは、伊水市商工会内ツインクルナイト in 伊水実行委員会55-0072 へお願いします。次にクロスネーション2021光と音の祭典についてお知らせします。クロスベイ新港にイルミネーションが灯り、光り輝きます。イルミネーションの点灯期間は令和4年1月18日火曜日までの17時から21時までです。積雪の状況などにより点灯期間が変更となる可能性がありますので、ご了承ください。クロスネーション2021光と音の祭典に関するお問い合わせは、伊水商工会議所青年部 84-5110 までお願いします。次に、新高岡駅と伊水ベイエリアを結ぶ伊水カーニバスについてお知らせします。運行期間は令和4年3月21日月曜日までです。乗車料金はご覧の通りで、大人片道600円、クロスベイ新港と海洋丸パーク間は200円、1日乗車券は1000円で、高校生以下はその半額です。平日の運行ダイヤはご覧の通りで、平日は16便運行いたします。画面赤枠の1便から4便、15便と16便は予約のみでの運行です。画面右下の QR コードからご予約をお願いいたします。休日の運行ダイヤはご覧の通りで、休日は12便運行いたします。全便予約なしで運行いたしますが、予約も可能です。伊水カーニバス、伊水市周遊バスの詳細、ご予約は右下の QR コードからご確認ください。お問い合わせは海洋交通株式会社 82-6278 までお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、実証運行期間の変更または実証運行を中止することがあります。あらかじめご了承ください。今年も残すところあとわずかとなりました。冬ならではのイルミネーションを見に出かけて、楽しい思い出を作ってください。観光ブランドナビでした。